みなみのダイナソーで女子会。今回はダイナソーで女子会、大阪メトロ心斎橋駅から徒歩およそ2分、今年5月にオープンしたエンターテインメントダイニングダイナソーからお届けするで。あなたにハピネスプレゼント、小島みなみです。お見えのこと、小倉優奈です。カオー、ただいまひろです。ダイナソーで女子会始まるよ。3人がお邪魔したエンターテインメントダイニングダイナソーは、その名の通り恐竜がテーマの楽しすぎる空間。カラオケはもちろん、ダーツやビリヤードなど楽しい遊びを大満喫できちゃいます。カップルでも友達でも誰と来ても楽しめるエンタメカフェダイニングです。今回の女子会テーマは、手つなぎか腕組み、どっちがキュンキュンする。これは迷うところやね。あー、どっちもいいけど、どっち、どっち。でもすごい考えたんですけど、うん、ありがとう、そんなにいっぱい考えた。でも手つなぎの方がドキドキしちゃうかな。うん、ドキドキするよね、うん、なんで。なんか腕組みって、うん、女の子同士でも結構こうやって歩いたりしません？あ、確かに見るかも、うん、し、なんかしやすい、ハードルが、うん、なんか低いけど、男だとするして、うん、なんかこう手つないでんのに急にこうやってギュッてされたら、うん、ドキッてするかなと思って。今もそれ見てただけでちょっとハッてなっちゃった。するね、するね。だから手つなぎ、うんうん、私は手つなぎに1票。確かに、ね、私も全く同じ意見で、うんうん、手つなぎ、うん、私も今のを聞いて手つなぎだなって思った。なんかさ、うん、腕組みは相手が何とも思ってなくても自分の意思でできるけど、うん、やっぱ手つなぎは向こうもウェルカムしてくれないと。確かに、確かに、できないから。なんかこっちの方がなんか日常だもんね、うんうん、そうですよね、うん、なんか今日はこっちの日みたいな。確かに、なんかちょっとこっからもう前期始まってますみたいな。早すぎる、もう始まって。でも早い。だって5本あるじゃないですか。うん、5本ある。一本でも動いたらドキッてしません？すごいいっぱい神経取ってるもんね。手つないだらちょっとやっぱドキドキするから、なんか手に全集中しちゃう、うん、前戯始まってんのかな。始まってるよ。あ、行く。あ、早いだろ。敏感すぎる。なんか腕組みとか、なんか全然私マネージャーとかにしちゃうんですけど。マネージャーなんてしないよ。誰にやってんの？全然もうなんか人混みとかになったらこうやってなんか、ちょっとすいませんみたいな。エロ。そう。なんか私の中ではこの腕組みってハードルめっちゃ低い感じする。うん、なんか支えが欲しい、杖みたいな感じ。杖って人を杖。だってそこでやっぱマネージャーさんの手はいかない。いかない、さすがに。だから手はやっぱ違いますよね。手大事。手は大事、うん、だって私の体の中に入ってくるものって手とチンコだけなのよ。本当だ。そういうことですか、先生。そうですよ、体の中に入ってくるものって手とチンコだけなんだって。ご飯は？ご飯は男性の体で、ね、男性の体の中で。今回の女子会は、大阪メトロ心斎橋駅から徒歩2分、エンターテインメントダイニングダイナソーからお届けしました。みんなも遊びに来てね。